久しぶりですね。元気ですか？あれ？いつぶりだろう。もうみんな私のこと忘れてるんじゃないですかね。誰ですか？セイ。忘れてる方がたくさんいるということで、アップアップガールズ過去2期のカジゴドカジシマイゲです。どうもー、しゅん。いつぶりだろうか。ちょっとカジシマもわからないくらい本当に久しぶりになりましたが、カジシマ屋でございます。お元気でしたか皆さん。カジカジはすごく元気でしたまあ元気とか元気じゃないよりも、カジシマは本当に最近ゲームを全然やってなくてですね、ちょっとねライブがあったりとか CD 出させていただいたりとか、いろんなことをねさせていただいていました。皆さんもね、もしよかったらアップが2期に会いに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで本日は空気を読もう、それです。え、なんだって。私空気読むのすごい苦手な KY です。イエイ苦手。今までそれですごい苦労してきたタイプですね。はい。今日は、空気読み2ってやつをアプリでゲームで見つけたのでやってみたいと思います。ちゃんとね、こうね、19年間生きてきた中でね、いっぱい空気読む時間がありました。ちゃんと空気をね、読んで最後まで頑張りたいと思います。あとね、この空気の読み方とかもね、やっぱり大切だから覚えようと思います、今日で。皆さんもぜひ、自分空気読めるタイプかタイプじゃないかも、頭でね、考えながら皆さんもぜひ、見てくれたら嬉しいです、この動画。まあね、空気読みすぎちゃいけないけど、本当に私 KY が多すぎて結構困ってるから、本当に頑張らないとなって思ってます。それでは早速やってみましょう。ダーン！こんな感じだったっけ動画の聞き方って。こんな雑にドーンとかやってたっけ。よし、行きますね。お品書き、空気読み、サクッと、空気読み、オプション、空気読みサイトへ。ん？空気読み、まあ、お品書きというか空気を読みたいですね。ここは自由に空気を読んでいくか。あなたが空気を読むことを止める人は誰もいません。たった一人で空気を読める夢の世界、心ゆくまでご堪能ください。あっす。おー、赤いのを動かすことで空気を読め。そうじゃない場合もあるが、そこは空気を読んで違う行動をとる。ん？そこを全部空気読んでペッ、このゲームやれってことか。指の力だけが強いんです早くやれって。こういうところでね、空気読んでやろう、ちゃんと早く。はい、第1問。え、どういうこと？人が来ました。え、どういうこと、どういうこと。あ、違う。え、横に。え、ちょっと待って、分かんなかった。え、どういうこと、どういうこと。合ってるよね。え、これ正解分かんない。正解が、はい、右、下、上、右。え、え、嘘でしょ、あれ、何、全然分かんなかったんだけど。すごい広告。次これやってみる。え、分かんないけど。わかんない。はいはい。え、頭でしょ。カニみたいな形してるね。なるほど、これは大丈夫でしょ。これは空気読めたんじゃないですかね。すごい、できたよね、これは。よしよしよし。ああ、こういう感じだよね、きっと。あって、最初の一人問の正解が全然わかんない。
持ちよう。はい、ペッタンペッタンしよう。うおうそ、え、餅をこう、なんていうの、なんていうの、傾けたかったんだけど、え、空気読めてない？待って、はい、ボール、あ、あ、わかったよ、今わかったよね、後ろの男の子にあげたかった、私は。ちょっと待って、私多分空気読むのが遅いんだ、やばいやばい。はい、食べて、え、食べてよ、どういうこと、食べて食べて、違うの、合ってるよね。ちょっと待って、これ再開が、え、ちょっと画面の前の皆さん、おいおいおいとか思ってたりするのかな。え、でも今のはいいか、うわー、ちょっと広告にもびっくりして、空気読んで広告もちゃんとやってる。はい、次、え、合ってるよね、きっと。泣いちゃった、ランチで打ち合わせた、え、打ち合わせたカフェだよね、きっと。 OK、 これは大丈夫。どういうこと、合ってるよね。違う、今日から1年生です。読んで、はい、したよ。え、できてるよ、空気読めたよね、今ね。空気読んで、はい、したよ。流れ星が消えるまでに願い事を3回となると、あ、流れ星、あ、ちょっと待って、待ってあげて、待ってあげて、待ってあげて、あ、でっかい、待ってあげてー。ちょっと待って、待ち方がわかんない、待ち方を教えてくれ。操作が難しいわ、まず操作の空気が読めませんでした。はい、ということで、まだまだあるみたいですが、今日はここら辺にいたしましょう。今日はこれとか、このゲームまだまだ面白いことがいっぱいありそうですね。カジ島的に皆さんにとっては空気、カジ島読めていましたか？読めていませんでしたか？コメント欄でお待ちしてます。カジ島が空気を読めていたかどうか、すごく気になってる。どうだろう、結構やばかったんかな、ドキドキしてますが。ということで、アップアップガールズ過去に木のカジ横田カジ島園でした。次回もお会いしましょう。さようなら。